皆さんこんにちは。今回は岩谷真由さんの生い立ちや彼氏の存在から海里さんとの不仲説に関する話をご紹介しましょう。岩谷真由さんは女子プロレス団体スターダムに所属するプロレスラーであり、その人生は大きな変化を遂げてきました。彼女はスターダムのアイコンとして知られ、団体の一期生でありリーダー的な存在です。彼女がプロレスラーとして成功するまでの道のりは決して平坦ではなく、引きこもりやポンコツと呼ばれた過去からの脱却の物語です。岩谷真由さんは山口県の田舎町で生まれました。彼女が育った環境は最寄りのコンビニまで徒歩40分もかかるような場所でありましたが、彼女はその不便さを特に感じることはありませんでした。彼女には2人の兄がおり、子供時代はその兄たちの真似をすることが多かったようです。兄が柔道の道場に通っている時には彼女も一緒に通い、中学校では陸上部、テニス、弓道を始めました。しかし柔道をしていたにもかかわらず闘争心に欠けており、プロレスを始めた時には受け身も取れない状態であったため、本当に柔道を習っていたのかと疑われることもありました。岩谷真由さんの学生時代の成績も芳しくなく、小学校の頃には勉強なんてやっても意味がないと悟り、それ以来授業をサボることが多くなりました。中学校に入っても授業をサボりがちで、給食を食べるためだけに学校に行き、友達と遊び、部活をして帰るという生活を送っていました。彼女は教室でサッカーをしてガラスを割ったり、机に彫刻刀で文字を彫ったりして問題を起こし、その度に母親が学校に呼び出されることが多かったそうです。先生からはこのままではどこの高校も受からないぞと言われていましたが、最終的に一番学力水準が低い高校に合格しました。高校時代彼女はサッカー部のマネージャーを務め、部活終わりに部室に残って遅くまでみんなで話したりするなど青春を謳歌していました。しかし高校2年生の時に突然自主退学、理由は特に明確ではありませんでしたが、彼女は2年間の引きこもり生活に入りました。引きこもり生活を続ける中で彼女は次第に自分の将来に対して不安を感じるようになったとのこと。そんな中で彼女に転機が訪れました。プロレスに興味を持ち始めたのです。岩谷真由さんがプロレスに出会ったのは引きこもり生活の最中でした。彼女は家にこもってアニメやゲームに興じる日々を送っていましたが、ある時テレビで見たプロレスに心を奪われたのです。特に当時の女子プロレスラーたちの勇姿に感銘を受け、自分もその世界に飛び込みたいという強い願望を抱くようになり上京したのです。上京してから岩谷真由さんの面倒を見ていたのは元ナンバーワンアイドルレスラーの風花でした。2010年8月4日、岩谷真由さんは東京駅で風花さんと初めて対面しました。その時の印象について風花さんは細っと驚いたそうです。岩谷真由さんの身長は162センチメートル、体重は44キログラムであり、さらに1年間に3回しか外出していないという生活を送っていたため、見た目は非常に痩せていたのです。また彼女が持ってきた荷物は非常に少なく、まるでコンビニに行くかのような小さなカバンと紙袋一つだけで、東京での新生活を始めるには到底足りないものでした。さらに岩谷真由さんは律儀にも風花さんにお土産を持参しており、その際に貯金が3000円になっちゃいましたと笑顔で話していました。この元引きこもりの少女が東京での新しい生活に対して大物の予感を感じさせたと風花さんは述べています。翌日から岩谷真由さんは他の練習生と共にプロレスの練習に参加しました。しかしこれまで運動らしい運動をしてこなかった彼女が厳しい練習についていけるはずもなく、毎日のように倒れたり顔が真っ青になったりしていました。過呼吸や酸欠になることもあり、見ているのが辛い状況だったと風花さんは振り返っています。それにもかかわらず岩谷真由さんは本当に東京に来てよかったと目を輝かせながら練習に食らいついていく姿を見せ、風花さんはその姿に
心を打たれていたとのこと。ある日、二人が電車で二人きりになったとき、風花さんは岩谷真由さんに見知らぬ人々を頼って東京に来ることが怖くなかったのかと尋ねました。その問いかけを聞いた岩谷真由さんが返したのは、もしかしたら売り飛ばされるとか友達に言われたんですけど、そうなったらそうなった時と思ってましたという言葉。この返答から無知の強さや勢いだけで飛び込んだからこそ今があるのだと風花さんは感じ、岩谷真由さんは見えない力に守られているのだと思うようになったのだとか。練習や撮影であっという間に1週間が過ぎた頃、岩谷真由さんの母親からメールが届きました。着信音が鳴り、画面を見た岩谷真由さんは、風花さん、母からメールが来ましたと嬉しそうに報告しました。今日はそうめんを食べた。一人で食べても美味しくない。メールに書いてあったその一文を見て、岩谷真由さんは号泣。プロレスラーを夢見た17歳の岩谷真由さんは、家や地元を捨てて東京に来ていました。引きこもっていた日々からはかけ離れた場所で、全く知らない毎日を送る中で寂しさや不安を抱えていたのでしょう。そうして2011年にはスターダムに入団し、プロレス道場の門を叩いた岩谷真由さんでしたが、デビューから1年間は一度も勝利を収めることができませんでした。彼女は体力不足に悩まされ、3分も持たないためウルトラマンとあだ名が付けられました。辛かったですね。何回も逃げ出しました。もうやめようと思って家財道具を段ボールに詰めて実家に着払いで送ったこともありましたと彼女は振り返ります。試合に負けるだけでなく、地方の試合に寝坊していけなかったり、都内の試合も飛ばしたりすることがあり、その度に自宅でツイッターに、岩谷真由は体調不良により欠場ですと流れるのを見ていたそうです。その際、同期や先輩レスラーが彼女の自宅を訪れました。意外とそういう時ってみんな怒らないんですよね。無事でよかった、何してるのみたいな感じでと彼女は言います。その後、寮に強制的に戻され、みんなの前で土下座して謝罪し、1時間のスパーリングを行いました。もうサボらないですとみんなに謝った翌日、早速サボってましたと振り返ります。何度も逃げ出し、試合をドタキャンしても、社長は岩谷真由さんをかばい続けました。正直ムカつく後輩だったと思います。辞めさせろというのは当たり前だと思います。レスラーは試合が良ければ他は何でもいいと言われることがありますが、肝心の試合も全然勝てていなかったので、小川さんがなぜ私に希望を持ってくれたのかは未だに分かりませんと彼女は語ります。リングに上がると会場のみんなが声援を送ってくれる世界があり、それを経験しているからこそ戻りたいと思うと彼女は言います。今日はよく頑張ったね、前の試合より良かったよとか、成長したね、今日のドロップキックはちょっと高かったよとか褒めてもらえて、とても勇気づけられました。優しいファンの存在もプロレスをやめない大きな理由の一つでした。試合を重ねるうちに岩谷真由さんは徐々に勝てるようになり、着実に実力を伸ばし、数々の試合で勝利を収めました。彼女の試合は常に観客を魅了し、そのパフォーマンスに多くのファンが魅了されるようになったのです。シングルマッチだけでなく、タッグマッチでも実力を発揮し始め、数々のタイトルを獲得しました。特に印象的なのは、彼女が海外での試合でも成功を収めたことです。日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパなど様々な国で試合を行い、その度にファンを増やしていきました。彼女の海外での活躍は女子プロレスの魅力を世界に広める一助となりました。彼女はプロレスは国境を越えて人々をつなげるという信念を持ち、国際的な舞台でもその信念を体現しました。数々の試合で好成績を収め、団体内のベルトを獲得するなど、その実力を証明していきました。また海外でもベルトの奪取に成功し、東京スポーツ新聞社が発表する2019年度のプロレス大賞では女子プロレス大賞を受賞するなど、その人気と実力は国内外で高く評価されました。
ちなみに2021年1月のインタビューで月収は約100万円で最高で300万と答えていました。内訳は基本給、タイトルマッチ費、個人グッズ売上、コスチューム打ち上げ、自伝の印税、コラム執筆料などがあるようです。現在岩谷真由さんは都内にある家賃18万円のバルコニー付きのマンションで一人暮らしをしているようです。彼女の成功の背景にはかつての引きこもりやポンコツと呼ばれた過去からの脱却があります。彼女はその過去を乗り越え、自らの力でプロレスラーとしての道を切り開いてきました。彼女の自伝、引きこもりでポンコツだった私が女子プロレスのアイコンになるまで、ではその苦悩と成功への道のりが詳細に綴られています。岩谷真由さんは自分の過去を隠すことなく、むしろそれを糧にして現在の自分を形成しています。自伝の中で彼女は、引きこもりだった時期は確かに辛かったけれど、それがあったからこそ今の自分があると述べています。彼女の言葉は同じように苦しんでいる人々に勇気を与えているのです。そんな生い立ちを持つ岩谷真由さんですが、彼氏はおらず、2024年5月時点で結婚もしていません。ただ結婚願望はあるようで、雑誌などのインタビューでは、本当に結婚したかったら飲みに行ったり食事に行ったりするでしょう、でもマッチングアプリも仮登録だけして本人確認までは進めなかった、やっぱり根が引きこもりなんです、映画もあるしプロレスはやめられない、子供も欲しいけど今はちょっと無理でしょうね、私はゼロ日婚でもいいと思ってますから、だから今から愛を育まなくてもいい、例えば 2,3 年後のある日いい人と出会って即結婚しよう、それで OK ですと語っています。好みのタイプは父親と似ている人で、尻に敷かれたい男性だそうです。ことぶき退社を発言したこともありました。それは子供が欲しいからで、30歳までには結婚がしたいとも言っており、14歳の時から〇〇歳になったら結婚すると言い続けていたようです。なお同じプロレスラーのカイリさんとの不仲がささやかれたことがあります。2022年11月20日の新日本プロレスとの合同興行で、初代 IWGP 女子王座をかけて対戦する相手がカイリさんだったのですが、岩谷真由さんはマッチングが決まった数週間前のインタビューで、カイリは嫌いだし自分はヨさんとずっと一緒にいたから別に仲良くなかった、彼女は世渡り上手だからいつもいいとこ取りしているなって感じ、まあでも運も実力のうちだけど、相手がカイリだからこそそんな美味しいとこ取らせねえよっていう気持ち、スポット参戦で帰ってきてたまにビッグマッチだけ試合して、それで IWGP 女子王座もシード権で上がって、なめんなよって言いたいっすねと酷評したのでした。ただ不仲説の根拠として挙げられてはいますが、こちらはビジネスでしょう。プロレスやボクシングの世界で対戦が決まると舌戦を繰り広げるのはよくあることで、不仲と言えるほどのことでもありません。不仲の根拠として本当に可能性があると言われているのは別の出来事です。カイリさんが2022年2月19日に、真由さんお誕生日おめでとうございます、真由さん昨日の会見で恐縮ながらタッグパートナーにどうしてもと真由さんのお名前を挙げさせていただいたのですが、両国国技館でタッグを組んでいただくことは可能でしょうかと投稿したのですが、岩谷真由さんはまさかのノーリアクション。また岩谷真由さんがカイリさんが WWE に行くと聞いた時の感想が、ああやってるなーで、イオさんが WWE に行く時の感想が、イオさんの夢が叶って嬉しいだったという話もあります。他の選手と対応の温度差が激しいことから不仲なのではないかとささやかれたのでした。今回紹介した岩谷真由さんの生い立ちや彼氏の存在からカイリさんとの不仲説に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。